今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。私たちは元気だ。元気です。さて夜も長くなってきて、家でこういろいろ読書をしたりとか、パズルをしたりとか、趣味に使える時間が増えてきてるのかななんて思うんですけど、落ち着きますよね、はい、季節だいぶ落ち着いてきて、そういう趣味を生かして今スクールを開催する人って増えてきてると思うんですけど、お二人はもし何かやるとしたら何をやりたいですか。僕はね、今逆に自分が何を教わりに行きたいって言ったら料理だとか教わってね、男はあれで見せた方がかっこいいな。あ、そうですね、奥様にもね、作ってあげられるし、ママいいんだね、いいだな。あゆのちゃんはどうですか。あ、私はでもそうですね、あの刺繍とか興味あります。今ミシンとかカタカタってお洋服作りたいんで、自分で。本当のこと言ってる、いつも本当のこと言ってますよ。あゆのちゃん、このギャップにはそれは本当だったらやられるね。家庭的じゃないですか。家庭的キャラを目指しています。ということで今回最初にご紹介する企業様なんですが、はい、なんとついに自分でまつげをつける時代になりました。セルフで思いっきり自分らしい目元を作るスクール展開を行っています。こちらの企業様です。お金と時間をかけてサロンに行かなくても自分でまつげエクステができたらいいのに。そんなお悩みを解消する女性がここにいる。セルフエクステスクール FC 本部代表笠井富士子。笠井はサロンなどの専門店に行かなくてもお化粧感覚で自分で簡単にできるまつげエクステを開発。好きな時に好きな場所でできて自分流のアレンジも加えられる。そして何より経済的。セルフエクステスクールではそんなまつげセルフエクステの技術を習得できる講座を開催中。女性だけでなく男性も必見。話題のまつげエクステ、笠井富士子に話を聞いた。まずセルフエクステというのは、ちょっと聞き慣れてない方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、エクステを自分でつけちゃうっていうことなんですよ、うん。今だと、お店に行ってね、はい、こうやってこう1時間ぐらい寝かせられてね、こうやってつけますよ ね、うん、でもところが自分で簡単に5分ぐらいでつけちゃうんですよ。それをあの開発したんです。そうなんですよ、はい、そうなんですか。新しい出来事、女性的には、はい、いやそうですよ。今エクステつけてる方多いですけど、うん、でも今おっしゃっていただいたみたいに1時間かかったり予約が大変だったり。そうなんですよね。月一ですかね、サロンに行ってやるんでしょ。サロンに行かなきゃいけなかったり結構面倒が多いですけど、うん、5分で終わるんですか。できるんです。私の場合は、まあ、パパッとこうやるので、うん、もうほんと口紅感覚で、うん、まあ、5分もかかんないかもしれない。毎日つけるんですか。いや違います、つけまつげじゃないので、うん、取れたところにポンってつけるだけでいいので、もしかしたら1分もかからないかもしれない。だからお店に行っちゃうと、あ、だんだん取れてきちゃいますよね、うん、あ、なんか嫌だなと思いません。いや思います思いますよね。なんかこう一部分だけ取れちゃってかっこ悪いけど、そこだけのためにサロンに行くのもなって思ったりするので、そこで考えたのが、自分でキットを持っててまつげがあれば自分でポンってつけられるんですね。でそれでいつもいつも私はずっともう何年もこの形なんですよ。笠井さんが考えられたんですか。そうなんです。はー、実はもうかれこれ、はい、平成20年頃に商標登録、うん、セルフエクステということで、うん、あの商標登録申請しまして、22年に、はい、あのそれが確定されてるんですね。でもその前から考えておりましたの で、はい、でその時はすっごい嬉しくて、あ、こんなに簡単に自分でつけられるなら嬉しいなって思って、うん、まだまだ全然エクステそのものが東京にもどこにもなかった時代からなんです。あ、そんなに前から。ええ、実は。そうですか。そうなんです。でもきっかけって何だったんですか。きっかけはですね、あの海外から日本に、うん、あのエクステというものを持ってきた方から、うん、私はちょっと教わったんですね、うん、教わったというかつけていただいたんです、うん、あ、これはすごいなって、うん、でも東京にまだないでそれ、これはすごい、これはすごいなって、きっと 女性たちが喜ぶに違いないと思って、うん、最初は、まあ、まあちょっといろんなところでちょっと人につけてあげたりしてたんですね、うん、でだけど
あ、自分つけたいじゃないですか、うん、つけてくれる人いなかったので、うん、それで考え始めたんですよ、うん、自分でできるためにはどうしたらいいんだろうっていうところですよね、はい、でそれで自分がこんなに嬉しいんだったらきっと他の女性も嬉しいに違いない、うん、ということで人に教えてあげようっていうことになったんですね、うん、そして平成4年にまあ上京してもともと違うところがご出身、うん、そうですね、そうなんですよ、はい、ちょっと秋田の人間です。東北でございます、はい、どうして東京にいらしたんですか。あ、それはですね、私はいろんなことがあったんですけれども、うん、社長になろうと思ったんですね、うん、で社長になるためにはまず心を磨かないといけない、うん、でぬるま湯な生活を送っていたら自分がダメになるなと思いまして、うん、ではるばる上京したんですね、うん、で東京っていうのはすごいいろんな人たちがたくさんいて、うん、茨の道、人に酔うでしょ、東京というとね、そうですね、だけどそれだけビジネスチャンスが大きいなって思ったんですね。でそれでよしと思って新幹線の中で、あ、今トップの代表の女性起業家は誰かなとかね、こう見ながらこう頑張るぞと思って、うん、でそれで上京してきたんですね。うん、それは思ったようにいかないですよね。そうなんですいいんだいいんだ、それは若いものね、右も左も分かんないんですもん、ファックス1枚出せない私だったんです。そうですかそっからなんです。はい、それでまあいろいろあって、そうですね、この X と出会って、うん、セルフ X って、まあ、開業を始められてからやっぱご苦労とかもあったんじゃないですか。そうですね、いろんなやっぱりそのノリのこととか、こうまつげにつけるグルーとか、それからまつげも全部、まあ、いろんなのやってみたんですけど良くないんですね。良くない、良、うん、くないものがいっぱいあって、だからまつげもゴワゴワしていたりとか自然じゃなかったりとか、どうです私のまつげ綺麗にパッと自然な感じしませんか。でもこれね15ミリつけてるんですよ。長いです ねそれでも意外と自然っぽく見えると思うんですよね。でこれでもう150本ぐらいついちゃってる。そんなにですか。で、すごく軽いんですね、つけてる感じがしない、うん、女性はそうだな、永遠のテーマ的なところあるよね、目のそういうところってさ。そうですね、そうですね、大事なパーツです。そうそうそう、だからで女性がね、うん、美しくなると、うん、世の男性もね喜ぶじゃないですか。そうすると揉めなくなるんですよ。そうすると平和になってきますよね。おっしゃる通りでございますね、うん、本当にうちの襟も頑張ってますけどね。ねえ、とても美しく、本当に助けられてますよ。助けられてます。なるほど、でもそうだな、はい、女性の魅力だもんね、うん、そういう自分の中から出したいみたいなところありますもんね。そうですね、だから自分がすごい喜べることって、うん、やっぱり自分一人だけのものじゃなくて、ね、よその他の女性たちにも喜んでいただきたいなっていうのが私のその起業の原点なんですね、うん、でそしてやっぱり最終的にはすごい、まあ、子どもたちはこの地球を救っていくっていうか次の世代を、ね、うん、担うのは子どもたちなので、その子どもたちに、まあ、良い教育をするための、まあ、ちょっとこう学校を作りたいっていうそういう夢がありまして、うん、今その、まあ、まつげからもういろいろ始まってますけど、はいはい、そういう大きな夢に向かって今やっていますね、うん。いや、教育に携わっている人間としては非常に嬉しいでございますね、はい、そういう本当にね、うん、生き生きしてられるし。そうですか、ちょっとライトのせいでちょっと、いやちょっとなんか暑いんですよ ね。お人形さんが来られたのかなと思いまして、ここでボンツって座ってられてさ、はい、なんかドキドキしてます。いやそういうときめきもう本当にいいじゃないですかね。刺激ですよ、番組に、ね、出ていただいて、こうやって我々もドキドキしてますよ。エキステッという僕にとっては新しいジャンルのお話を聞くんでね、うんうん、でもね、男性でもね、はい、いいんですよ、目力アップで就職にね、結構ほら眠たそうな目の人よりもはっきりした目の人の方が、ね、就職で面接の時いいじゃないですか、うん、男性もつける方いますよ。そうなんですか、うん、今やそういう時代ですよね、うん、そうなんですよね、すごく細かいですね。いや、うん、綺麗に並んでるなって、もう取りやすいようにね、はい、そうです ね、 これはねすごいね、だいぶ細いですよね。そうです、よくフレアっていうとなんかちょっとつけ心地が悪いとか重くなっちゃうっていうんですけど、うん、これは、研究に研究を重ねてすっ
ごく細いんですね。でそれをこうちょっとこう何本か先っちょが細くて先にふわって毛がついてますので、うん、すごく軽いお羽のような感じなんですね。でこれを作るのにすごく苦労したんですよ。この開発に携わるんですか？はい、こういうのを作ってくださいって言ってオリジナルで作らせたんですね。だからもう作っこれ手作りなんです実は。大変。いやだからもう作りたくないって言ってたんですね。ああみんな言われてるんですよ。あ、うん、作ってる方々がね、スクールではどういった流れで指導されてるんですか？まずですね、このキットの内容の説明だとか、うん、そしてあと技術付け方の指導ですね。そしてあと女性としてどうやったら、まあ、まつげとはちょっと関係ないかもしれないんですけれども若くいる方法とか、まあ、そういった伸びに関してのお話とか、あとは子育てでママさんたちが結構いるもんですから、はい、子育ての悩みをね、うん、ちょっと聞いてあげたりとか、うん、まあ、そんな感じですかね。トータルでやられてるんですね。トータルのケアですよ ね、 そうですね。この間も学校の方に、9月の5日の墨田区なんですけど、はい、教育委員会を通じて、はい、学校からオファーがあって、学校で教えない授業というのもやってまして、はい、いろんなことで美のことからご相談も先生たちは何でも言ってくださいっていうふうに言ってますね。はい、じゃまさに心磨きもしながら、そうですね、エクステも、だからやっぱり自分自身が磨かないことにはダメだなって、まだまだダメですけど、もっともっと磨いて綺麗になっていきたいなと思っていますね。僕はもうここきっかけで、ね、うん、先生のはその他の魅力がいっぱいあるっていう感じがするね、うん、そうですね、うん、そこを求めていってるんだよ多分ね、はい、そしたらまた何か新しいの作り出すね、うん、そうなんですよ、ね、もう実はちょっとあるんですね。ほらほら、もうそうなんだ、気になる、あるんだ、そうなんですよ、実は次のこともちょっと、今度セルフなんかでしょう、なんだろう、気になります。最後になりますが、笠井さんの格言をお願いします。格言ですね、愛は地球という言葉があるんですけれども、はい、私は美しさと愛情は地球を救う。でなぜなら愛だけだといろんな、なんていうんですか、考え方、人によっては、うん、愛だと思っていても愛じゃない、押し付けの愛だったりとかありますので、美しい心っていうのはプラスの気持ちだったり、ね、いい思いですよね。それを私は付け足して、美しい心と愛は地球を救うっていうふうに。綺麗だ、はい、なるほど、まあ、今後のね、はい、ですね、また何かきっと生み出してくるんだと思いますから、はい、それも期待しながら、はい、よろしくお願いします。ご活躍を期待しております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ミシェルさんは留学を考えたことってありますか？はい、小さい時留学っていうよりサッカーを通じてよその国で行って学びたいっていう気持ちは本当強かったね。日本のサッカーはまだプロリーグもなかったし、ただやっぱり実現はできなかったな。小学校6年の時もそうだったし、中学校3年の時も試みたけど、なかなか無理だったね。サポートしてくれる環境とかがないとなかなか難しいですよね。難しいですよ、本当におっしゃるよね。彩乃ちゃんはどうですか？私は実は高校が英語科だったので、はい、何だったでしょう、一応英語科だったんですけど、でカナダに10日間だけなんですけど行った、ホームステイに、はい、行ったことがあって、でもそれは高校のね、そういうシステムがあったから行けましたけど、なかなかね、自分から踏み出すのって難しいですよね。ちょっとこう価値観が変わったりしたよね、やっぱり外の国を見たりするとね。そうですね、やっぱり日本人ってちょっと控えめだなとか痛感することはありましたね、はい、それでこんなになっちゃったんだ。あ、そうです、控えめです、はい。実は続いてご紹介する企業様はまさにカナダ留学に特化したこちらの企業様なんです、うん、どうぞ。バイリンガル、憧れはあるものの
どうせ今からではと諦めている人も多いのでは。そんな中、全く英語が話せなかったのに大人になってからバイリンガルになった男がここにいる。株式会社チカラインターナショナル代表取締役横田チカラ。海外留学を機に英語を習得し、英語を使ったグローバルな活動を行ってきた横田。英語を話す魅力を多くの人々に伝えたいと、2007年英語教材の販売や英会話レッスンを行うチカラインターナショナルを設立。また海外留学をしても英語を話せるようにならないという人が多い現状を見て、自身の経験と知識を生かしたカナダ留学専門センターを開設。留学前から留学を終えるまでの徹底した独自サポートを無料で行っている。留学先で見つけたバイリンガルになるメソッドとは、英語が上達する秘訣とは、横田チカラに話を聞いた。このお仕事始めようと思ったきっかけは何だったんですか？はい、あのですね、私22歳まで全然英語を話せなくて、その後にオーストラリアとアメリカに留学に行きまして、はい、でその後日本に帰ってきて、で向こうでウェブデザインの勉強したんで、あ、そのために向こうに行かれたんですか？まあ、そうですね、コンピューターの勉強だったんですけど、はい、帰ってきたら絶対英語とウェブデザインがあれば就職できると思ったら全然できなくて。できなくて、はい、それでまあ結局最終的にはアメリカ人の社長のベンチャー企業で一緒に働いたんですけど、はい、あ、でも英語はできるようになっていたんですね、はい、そうですね、はい、でその後にカナダ人と恋に落ちまして。はい、恋に落ちた、はい、素敵な話が聞けそうだ。で1年3ヶ月日本で同棲して、その後カナダに帰っちゃうっていうことで、はい、もう私はもういいやと思って、もうカナダに自分をもう何も考えないでもう行って移住したんですね。素晴らしい。そういう勢いよね、はい、恋っていうのは不思議ですね。そうですね。でその家が、家がっていうかな、使える家があったんですけど、うん、そこって100年ぐらいの本当に古い家で、もうボロボロだったんですけど、私が本当に絨毯剥がして、もうカナダで、カナダで、はい、もうすごいレノベーション全部自分たちでやって、はい、でそれ終わった後に日本人の生徒さんを対象とした短期ホームステイプログラムっていうのをやってました。はい、生徒さんを呼んで、はい、そうですね。で私が日本人の生徒さんを呼んで私たちで英語を教えて、はい、あとアクティビティ、ワイナリーとかね、はい、連れて行くとか、そういうことをやってまして、でそういう経験があって、はい、私は、まあオーストラリアとアメリカとカナダ3国に住んでみて、はい、やっぱり自分の中では本当にカナダが一番好きで、はい、どうせ本当にカナダ行くんだ、留学行くんだったらカナダがいいと思って、でそれでカナダのに一人でも多くの方に行ってもらって魅力を感じてもらいたいと思って留学エージェントでカナダを選びました。はい、ただ22歳の時に、はい、初めて向こう行かれて、はい、でそこからの英語の勉強なんですか？はい、はあ、だから行った時、行く前毎日30分ぐらい喋ってたんですけど、喋ってたっていうか練習してたんですけど、はい、向こう行ったらいきなり税関のところで止められて、はい、5人ぐらいになんか囲まれてしまいまして、はい、なんか私が怪しく見えたのかもしれないですね。当時サーフィンとかやってて髪金髪とかでサーフボードとか持ってたんで、ね、真っ黒だったんですけど、はあ、はい、そういう感じもあって30分ぐらいそこで止められたんですけど、言ってることは分かんないし、はい、何も言っても分かんないしで、オーストラリア、オーストラリアで本当に悔しいままだったんですけど、ね、うん、僕もこういう顔してるんで、で日本のパスポート持って30歳の時に日本人になりましたんで、行くと必ず止められます、はい、ジャパニーズって Yes No っつって向こうでって、まあそこから話を ね片言なもんですから、僕も大変ですよ、それはそれなりに。あ、でもそういうことを経験されて、すごいですね、大人になってからそこなんだよね。実はなんか留学するだけでは英語ってあんまり身につかないっていうか、そんなに皆さんが思ってるほど上達しなくて、うんうん、私留学先でバイリンガルになるメソッドっていうのを向こうで見つけまして、うん、はい、それを向こうで実践しながら、で外では友達とかと話すときに英語で話すっていうことをしてて、でそう家で勉強して外でアウトプットするっていうことをしてて、それで結構短期間でかなり英語力が伸びたんだと思います。現場にあるからね、もうすぐ、はい、外に行ったら喋らなきゃいけないんだもんね。そういうご自身の体験から今そういう方々に今からでも英語ができるようになるっていうような伝えを今されてるんですね。その通りなんですよ。だから自分も22の時全然
英語喋れなかったんですけど、やっぱり今あの留学行く前の人って全然喋れないですかじゃないですか、うん、だけどやっぱりあのそういうメソッドに出会えば、あのそのメソッドさえ知っていればそれを実践すればあのバイリンガルにいずれなれるっていうのをなんか一人でも多くの方になんか伝えてあげるっていうのが、伝えてあげたいっていうのが自分のミッションで、なんでぜひ私のところに来ていただいて、バイリンガルになるためのメソッドをお伝えしたいです。それは留学生が今、まあ、減りつつちょっとあるんですけども、そうですね、そういうのは確かですね。それは向こうに積極的に行きなさいっていうメソッドなのか、はい、それとも日本でこれだけのことができるんだよっていう、両方そういうものをお持ちになられてるんですよね。はい、だからあの私のサービスの一環としては、うん、留学前と留学中両方とも英語上達のサポートをしてるんですね。留学中も、はい、なんでかって言いますと、あの留学前にサポートをすることでもう本当にできる限り英語力を上げていただくと、うん、向こうに着いてから のクラスのスタートっていうのがもっと上になるんですよ。なんでかってほとんどの人はみんな下からなんで、下だとみんな日本人とか避けたいとか言ってるけど、英語を勉強するのが実は一番日本人を避ける方法なんです。それ、なるほどね、それ2つとか3つとかクラス上から始めれば日本人も少ないんで、あ、なるほど、はい、それまでを日本でいながらにしてとか、そうですね、そう作ってしまうっていうね、はい、でかつはあの今度留学に行ってからは、それはそれで語学学校に行ってるだけだってやっぱなかなか英語って上達しないんですけど、家にいるときは私があの提案するバイリンガルメソッドを実践していただくことで、普通の人よりも 1.5 倍か2倍ぐらいの速さで上達すると思います。そういうものはご自身で編み出されたんですか？はい、そうですね。へえ、まあ、私が本当たまたま向こうで見つけることができたバイリンガルメソッドなんで、私は本当その方法であの1ヶ月ぐらいでもう外国人の友達作りまして、でも半年ではもう全然流暢に話してました。すごい。ズバリ上達する秘訣って何ですか？一つはまあもちろんあの自分に合った正しい方法で勉強するっていうことで、うん、これレベルとか内容とか間違ってると本当に全然上達しないんですよ、うん、例えばいくら本当聞き流しとかしても、うん、その人に合ってればいいんですけど、でもう一つはもちろん 毎日継続して学習するっていうことと、それとあとはあの自分はどうなりたいっていうあのそういうしっかりした目的を立てると、うん、あの失敗しづらいですね。こういろんな経験を経て日本に戻ってきて、日本でこう英語喋れてよかったなっていうこと、どんなことありますか？多分これ自分がバイリンガルっていうのを、うん、あの証明するに多分これ一言言えば伝わると思うんですけど、うん、実は私の妻はアメリカ人なんです、ね、ほう、はい、出たそれはアメリカで出会った？いや、日本で出会った。日本でアメリカ人出会われたんですか？そうですね。どうやって出会ったんですか？これも本当にちょっと恥ずかしいんですけど、うん、あのある日あの自分山手線に乗ってまして、はい、端っこのところだったんですけどそしたらなんか、うん、あの白人の結構小柄な女性が、うん、なんか2つ重い荷物持ってきて入ってきて、うん、でそこであの自分の前に立ったんです。で、あ、座られててね。そうですね。あ、はい、なるほど。で美人だなって思って、はい、一目惚れ。そう、一目惚れじゃないです、うん、そこで一目惚れしちゃったら変ですよね。あ、そうか。そうですね。でやっぱ重いのも持ってたんで、うん、本当座れないよっつって、うん、それも本当に座れ、でもちょっといいよみたいな、だけど座れないよっつって、英語でね、はい、英語で。そうですね。出た、ここだよ。で、あれって喋れるんだみたいな。そうですね、まあ、席座ってもらって、うん、で自分目の前に立ってて、うん、でなんか日本にはどれぐらいいるのとかそういう会話をしているうちにすごくなんか意気投合しまして、で最後連絡先交換しまして、だから一目惚れでしょ。そうですから間違いない、これ日本で一目惚れっていうじゃない、これ、ね、一目惚れって、自分の日本語がちょっとボキャブラリー、可愛くなかったら話さねえもんな。可愛くなかったら荷物は大変だと思うから、そこはヘルプしても、ね、それは多分そこまで。そうですか。で山手線 の端っこで電話番号まで聞いちゃったという、まあ、メールアドとかですね。メールアドとかね、素晴らしいね。でその後 1ヶ月ぐらいですかね、メールでずっとやり取りしてたんで、うん、結構お互いのこと分かったんですよ、うん、そこで彼女もずっと日本におられて、はい、そうですね、それで2回目のデートでっていう感じで、うん、はい、で会ってみたら英語で話も伝わるし、もう全て会話がね、はい、うん、でももう英語で喋ってることは苦になりませんか？苦にならないっていうことし、まあ、それはまあ本当自然に出てきますね、うん、はい、いや夢も英語で夢はオーストラリアの時に初めて英語で見て、英語で見るんですよね。感動しましたね、その時は。僕はそうなんだよ。普通に外国人が夢の中出てくるんですよ、はい、で会話するんですね。ここまで行くと結構ですよ。そうですよね、うん、
これから留学を考えている方にメッセージって何かありますか？はい、例えば大学とか卒業したりとかして海外にやっぱ会社辞めて行ったりとかするんで、本当それはすごい大きい決断だとは思うんですけど、でも本当にそれ以上のことが海外では待っていて、で海外に行ったらやっぱりなんていうんですかね、英語上達するのはまあもちろんのこと、あと自分が本当にやりたいこととか、うん、そういうのも見つかったりとか、本当世界観が変わるんで、留学は本当に行きたいと思ったらその時にもう行った方がいいと思います。まあもちろん資金とか貯めなきゃいけないんで、それはありますけど、できるだけ早くしないと、本当にやっぱ若い時に行った方がやっぱまあ楽は楽ですよね。同じぐらいの年の子たちとやっぱ留学したりとか、向こう行ってのことをある程度手続きとかしながら行った方がいいですよね。そうですね。よくなんかドパッカーみたいなバーンって行っちゃって、はい、何もなくもう帰ってきてみたいな、お前何やってたんだ海外行ってましたって、ものそれはおかしいだろうし、そうですね、やっぱり何か準備していった方がいいですよね、はい、向こうでお世話になるところ、ね、勉強する、はい、それはまあうちの方で手配サービスを全部無料でやるんで、これ無料でやってくれるんだ、ね、本人がやる気さえあれば、うん、あともう一個ちょっとお伝えしたいのが、うん、やっぱり海外に行く前に本当に何度も言ってるんですけど、英語力を本当できるだけ上げとく、うん、これこそが本当に留学のお金を節約することにつながるんで、うん、っていうのはそこも先生のところに行って、まあ、うちの方に行けばそうですそうです、その状態で留学できるんですよ、はい、向こうに行かなくて もう日本で勉強できることっていくらでもあるんですね。それを向こうでやるのが本当もったいないっていうか、そういうことをなんかお伝えしたいですよ。説得力があるな。向こう行った時に一つでも上のレベルのクラスに入った方がいいんだっていうための、うん、行かれた方が、はい、こうやってバイリンガルになられた方が言われるんだから、うん、最後に横田さんの格言をお願いします。格言ですね、はい、自分は何かできるって信じたら時間はかかるかもしれないんですけど、最後に絶対できるようになると思うんです、うん、なんでなんかできると思うことがあったら本当にそのことをやりたいっていう決断をして、で最後までそれをやり通すと、そしたらいずれそれは叶う、それが自分の格言です、うん、いやーね、どんどん日本のこの若者に対して、はい、そういうメッセージをね、これからもねお伝えしていただければと思います。本当に今日はね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、ご夫婦の旅行、趣味の充実など叶えたい夢は人それぞれお持ちだと思います。相続対策を通してこれからの人生をもっと楽しく実りあるものにしてほしい、それが私たちのご提案です。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、日本一前向きな相続対策の本。この本を書いたのは不動産鑑定士の藤宮博さんと税理士の高原誠さん。喜寿芸術世代の皆さんに向けて書いたこの本は、これからの人生を安心して楽しんでもらおうと藤宮さん高原さんが日本一前向きに書いた相続対策のガイドブックです。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。